ベトナム製のプラカゴというカラフルな PP バンドで編んだ、はい。あ、これ練習だったんですか。はい。はい。僕っていうよりもマイクに喋っていただければ。あ、わかりました。はい。お願いします。じゃあ行きます。5時を待って FM1 87クロちゃんのオンリーワンドフォートップレゼンツトップトゥートップ。このコーナーは会社のトップ社長さんや部署のトップの方と電話をつないで会社の元気アピールしてもらっています。今週は通信販売のお店カゴの里をピックアップ。スタジオには店長のノーズマリさん来てもらいました。ノーズさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずカゴの里、どんな商品を取り扱っているお店なんでしょうか。ベトナム製のプラカゴというカラフルな PP バンドで編んだバッグをメインに取り扱っています。へー、カラフルな PP バンド、はい、PP バンドってこれわからない方もいると思うんですけど、はい、何でしょうかね。ですね、見たことはあると思うんですけれども、結束器を使うんですけど、荷造りの時に、あのバンドあるじゃないですか。あの段ボールで重い商品なんかでグルンバチン、グルンバチンっていう、あれですね。はい。同じ素材の、ものです。すごいなぁ。はい、野津さん、こういったお店をオープンしようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。ですね、現地に滞在中のお友達に会いにベトナムのホーチミンに行った時に、友達に連れて行ってもらったのが、そのお店なんですけれども、店先に並んだ色とりどりのバッグがとても可愛くて、荷造りの PP バンドで編まれていると聞いて、とても興味が湧きまして、それでぜひこれを日本で売りたいなと思ったのがきっかけです。へー、店舗をこう構えるにあたって、苦労した点とか大変だったことってありますか？苦労したというよりはですね、ベトナムに現地で仕入れ先を探しに、なんですけれども、うん、現地に滞在中のそのお友達と一緒にホーチミンを東西南北走ったんですが、わざわざその彼女が車の手配を運転手付きでしてくれたんですね。だけれどもその運転手の方が全く英語もわからなくて、道もわからなくて、地図の読み方も知らないと。それでまた方向音痴だったので、なんていうんですかね、北に行くの南に行ってしまったりとか、本当に全く反対方向に行ってしまったりして、それでまあ私のお友達が現地に今 1,2 年いるので、ちょっと土地勘がありましたのでまだ良かったんですけれども、まあ、それだとちょっと大変なことになっていたなと思って、まあ、いい加減といえばいい加減ですよね。そうですね。いかに日本がすごいかということがね、分かりますけど、そんな方がドライバーの仕事をやっちゃダメですよね。じゃあ今日の最後にですね、はい、カゴの里のお問い合わせ先教えてください。はい、インターネットの検索サイトでカゴの里と検索してください。またブログのカゴの里日記では、店長私のノーズマリが日々の思いや新着情報などを発信していますので、ぜひご覧ください。はい、わかりました。明日もカゴの里店長ノーズマリさんにいろんな話伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。